で、私がなぜ入ってますね、司会かと言いますと、まずお二人と非常に長いお付き合いをというのがあると、金子さんは特に、まあ、30年ぐらい そうでにすなりね。ますね。はい、木村さんも、まあ、15年ぐらいですかね。で、この展覧会、私が、まあ、間に入って立ち上がって、「柔らかな重力」っていうタイトルも私がつけました。まあ、お二人の作品を考えて、これが一番適切かなと、合ってるかなということで考えたタイトルです。で、少しね、トークをということで、金子さん、今即興ありましたけど、なんかこの場所、まず即興もそうなんですけども、この場所を最初に来た印象と今展示をしている印象、2つこうちょっと思いついたところで話してもらうといいかなと。一番最初、マイクが。マイクあるマイクあよ。るの？はい。そうですね。こちらのギ座ャりラますリーか。が出来上がる前のそのコンペの時に伺った時、なんて言ってもガラスに映り込む、こちら側の一面の作品がガラスに映り込む廊下のところがすごいなんと不思議な感じがして、でそうこうしてて、これがこういう形にギャラリーになった時に、もうその時からもうここでやるとしたらガラスに目を向ける形しかないなっていうのがまずあったんですね。で今回縁あってっていうか、木村さんからのお誘いでこういう形で二人展っていうのを開催させてもらうことになった時に、もう一番にあそこにテーブルを置いて、自分の日常を全部あそこに持ち出してみたいっていう、それだけの思いで、展示しました。今この空間できてるけども、それについては率直に何か一言いただければと思うんですが。率直にですか。印象。そうですね。思ったより広いギャラリーとしての機能がかなりギャラリーカフェであるんですけど、ギャラリーとしての機能が結構大きく占めている雰囲気的にね、あるんですね。実は私も地元とかでギャラリーカフェをちょっと関わったりして、企画などもしてきましたので、どうしてもそのカフェをなんか半々っていう感じなんですけど、ここに入るとスーッとその作品の方に気持ちもいくし、なんていうのかな、なんとも不思議な、ギャラリーって言ってしまってもいいくらいな感じでも、やはりそこにカフェ機能があるっていうところで、作品と向き合う時のその自分の気持ちっていうのが素直にっていうのかな 私にとってはその日常のまんまで作品と向き合いたいっていうのがありましたので。そう、今ね、日常っていう言葉があって、もともと金子さんの作品はその場所と場所に何か新しいものを追加して新しい場所が生まれるみたいなのをずっと感じていて、で、色彩がないのもその一つなんですよね、おそらくね。そうですね。今も色彩、まあ非常に馴染んでますよね。まあ、割と馴染んで。白とかね、モノトーンの色彩がね、ずっと印象的だけれども、なんか私今ね、こう見ててね、韓流の時からずっと見てるんですけれども、もうこの場所、なんかこの場所の日常になってるなっていう感じがしますね。まあ、ここは日常空間じゃないですけれども、私もすごい和みます。自分のまるで リビングにいるような感じで。で、木村さん、さっき音が響かせていただいたんですけれども、なんかその音の響きっていうことを考えた時に、金子さん自体はこの場所の響きっていうことはすごく感じますね。響いて、なんていうかな、ちょっと振動してるみたいな感じのがあったんだけれども、で、今度木村さんにもね、ちょっと同じ質問しましょうか。最初のこの印象と今の展示の印象、そして今自分の音が響いてる、そのことについて、本当に簡単にちょっと伺えればと思うんですが。いや、本当この場所でね、この、アートスペース&カフェというこの特異な場所でできたっていうのは本当に感謝してます。実はこの後ろの作品っていうのはですね、もともとは1点ずつの単体の作品だったんですね。でそれをどうやって展示するか悩んでまして、でこの場所を見たら、
何かできそうだと思って、もう即ここで何かしたいって思ったんです。でその後決めちゃった後で、実は例えば時間の延長みたいな、例えばこれの10秒後がこうなるとか、あるいは空間の延長みたいにこれが伸びてってこうなるとか、時間や空間の延長でバリエーション作ってこう並べると、1点ずつの絵画を見るような絵画展とは違う、なんかこう場所みたいな空間みたいなものができるんじゃないかと思って、でただ家でこんな幅で並べられませんので、搬入して初めて最終結果は見たんですけど、いや、まあ僕の考えてたことできたかなっていう気がします、うん、それができたんで良かったです本当に。で、まあ、自分の考えてた空間ということなんですが、なんか実際にこう展覧会始まってみると、空間の意味って変わってきますよね、おそらく、うんうん、で今今日のっていうことを考えると、それはどのように感じますか？そうですね、僕は作品作ってる動機っていうのが、その絵画と詩と音楽には、絵画と詩と音楽には何か共通点があるんじゃないかってずっと感じてて、それを探るために自分で絵も詩も音楽も作って、でなんかお互いがくっつきすぎないで適度に近寄ってる状態の場を作りたいんですね。そうするとその共通なものがこう感じられるんじゃないかと思って、でただ家ではよくわかんないんですよ、そういうつもりで作ってるんだけど、でもここで展示してみて、でまあここ何日か通ってね、でだんだん馴染んできて、そういう最初違和感あるかなと思ったことも案外なくて、空間に馴染んでってくれたなと思います。で今ね2分ほどの音がありましたけれども、その音自分にとって意味付けるとしたらどんなふうに思います、うん、そのこの場所との関係で。ね、僕ね、ピアノソロの即興ってね苦手だったんですよね。しばらく田島さんっていうベーシストの方とよく一緒にやってて、相手の楽器があるときっかけとか出しやすいんですよ。で一人でやるっていうと、なんか自分で作らなきゃなんないから、ちょっとしんどいとかあるんですが、でもね今日はねこの空間との関係や来ていらっしゃる皆さんの気持ちとか、それとの合奏みたいなとしようと思ってやってみると良かったですね、うん、あできるんだと思って、うん、でまあその響きのことなんですけれども、はい、まあ、それ以前に多分金子さんの作品があって、うん、で私はちょっと振動してると言いますけれども、うん、その共振っていうのは何か感じるとこありますか、うん、いやなんか一人展より二人展の方がいいと思って、ちょっと誰かと一緒にやりたいなと思って、まあ古い友人なんで、で作風も分かってるし多分合うぞと思ってね、お願いしたら大正解で、なんていうかな、ちょっと対照的ですし、道筋は違っても最後なんか日常に帰着したいっていう思ってる点は同じなので、よかったと思います。まあ、それはまあ意味合いのところで、実際の空間についてどうですか、うん、今ある空間について。うん、そうですね、金子さんの作品っていうのは何だろうな、こう物との関係をこう考え直すような、捉え直すような作品で、僕の方はどっちかっていうと物飛び越えてこうイメージとかこう観念の方に行っちゃう、だから全然違うはずなんだけど、でもそういう帰着点がこの空間ってことにあると調和あったと思います、うん、調和調和調和とはなんかちょっと、ね、調和っていうのは違うような気がするね。でもうん、調和って言っていいか、まあなんていうかな、こう違うものがあった方が調和するっていうか、そういう意味では僕にとっては調和ですね。うん、
なんかね、違うものが一緒に場所を作ってるっていう感覚がとてもありますね。違うものっていうかね、あのなんだ、根本が違って形が似ているものが一緒に空間を、場所を作ってる、空間じゃなくて、おそらく。ああ、なるほどね。空間っていう言い方だと多分金子さんの当てはまんないような気がしますね。ああ、なるほどね。あ、じゃあもし調和があったとしたら、それは空間っていうよりも、まあ、僕はかなり空間意識しますけど、あのね、空間よりね、あの手触りみたいなもんだと思います。なるほどね、うん、それはわかる。だからね、金子さんの非常に触覚的でね、あのコーヒーフィルターといい、植物といい、うん、で実は僕のも触覚的になれたらいいなと思ってるんです。絵画ってね、とっても触覚的なところありますね。なんか目で触るっていうか、ほとんど、うん、そこが合ってたかなっていう。あ、分かった、今ね思いついたけどね、金子さんのなんて場所じゃなくて空間じゃなくて場所とかっていうのを思いついた今。あ、はい、あの多分ね、金子さんのイメージのイメージを作るんではなく、はい、まあ、イメージが元になって何か別の何か本何かができてるんですよね、多分ね。そう、イメージ、絵画はイメージだけどね、これはイメージから触覚を多分目指してるってことができるけども、金子さんのはちょっと違うんだな、多分。イメージだけで立ち上がるっていうことじゃないですね。やっぱりこう、その場からもらうものっていうのもまず元にあるんですが、まあ、通常ですと今あの家の中での生活とか、これあの現実味の中を通してのイメージなのかな。イメージありきじゃ ないような気がする。イメージってつまりあの、構想じゃなくて、なんていうイメージってことは難しいよね。なんか前回の通りね、あれでもね、イメージだからあらかじめこういうのって構想するんじゃなくて、金子さんの多分こう、なんだろう、触ったり使ったり、そういう中から掴んだものが、あ、多分ね、そうじゃなくてね、触ったり使う、本当の手触りじゃなくて、手触りの記憶でしょうね、それは。ああ、なるほど。イメージっていうより空想っていう言葉の方が、そうだね、私は、うん、それはとても合ってるね。で、あそこ あのテーブルの上は全部無双空間っていうことで、無双ですね。無双したんだけど、本物ができてるんですよね、あそこにね。あの実用性は、実用性と関係ないところ、実用性はないです。現実があるってことね、あそこにね。はい、そうですね。うん、本当ですね。なんか、うん、金子さんのテーブルの上の作品ってね、なんか何かがそこにある感じがする、そのものと一緒に。だ、それは空想とか、その金子さんの言う空想だとか無想なのかな。まあ、それ、まあ、そう、一面はそうあるかもしれないね、一面はね。で、木村さんのこんな感じ、こういう感じなので、ちょっとね、あ、なんだろう、より心の中のものっていう感じ、うん、それが実際の手で出てくるっていうことが、またそれがちょうど裏返しになってたね、多分ね。ああ、そうですね、うん、そうですね、ちょうど、あのちょうどやり方が裏返しっていうか、うん、そんな気はとてもするんで、それで調和じゃないっていうことが多分おうちの中では、ああ、いわゆる調和ではないと、そうですね。ぼちぼち、いきますか、次。ぼちぼち、じゃあ、2度目の即興します。
ありがとうございました。今の即興ね、最初のと比べて、最初の導入という意味以外のところで、はい、何かやっぱりね、跳躍っていうかね、うん、変わった部分がかなりありましたね。はい、多分それは意識と無意識両方でってことだと思うんですけど、ね、はいはい、木村さん。あのね、だから例えばベーシストとかドラマーとかこうコラボレーションする相手はいないから、今日はこの空間と来ていただいた皆さんとねの何かを感じ取って一緒にやろうと思ってね。だからこう静けさを求める気持ちもあるし、なんか弾むものが欲しいっていう気持ちも感じたんで出てきたのかな。わかりませんけど、まあ、多分それだけではなくて、まあ、全ての即興がそうなんかもしれないですけれども、うん、時間と場所がとても重要なんですよね、おそらく、うんうん、時間が経ってくると、時間も経ってるんじゃない、積み重なってくると場所に何かが充満してくるっていうかね、うん、多分それは今いらっしゃる方の何かというのとても大きいしね、うんうん、今この3人のこの関わりも大きいと、おそらく大きいですね、うん、だからガランとした空間で一人でやってたら全然違ったと思うし、それはでもあんまりできないんですね。金子さん、なんか違いがありますよね、おそらく。そうですね、うん、まあ、でもいつも木村さんのライブも何度か、うん、何度か聴いていただいたし、いつもピアノがいつも綺麗に響いてくるなっていうのがまず印象なんですけど、音楽のことは全くわからないので、自分で演奏は全くしないので、ただいつも綺麗なピアノの音、自然な、ありがとうございます、それがまず心地よく響いてきますね。で時にちょっと変わり、ちょっとアグレッシブだったりとか、そうそう、を入れますよね、うん、心地よいってなかなか難しい言葉だね、でもね、うん、そうですよね、多分ね、うん、いろんな意味を含んでますよね、うん、一番最初木村さんにいただいたピアノの、CD いただいたのは、うん、あれが全部綺麗、あれは全部即興だったと思いますよ。即興だったんですか、最初の頃でしたよね、うんうん、綺麗なピアノの音を出す人だなっていうのが最初の印象でしたね、うん、あ、そうなってると嬉しいですただパフォーマンスの方と一緒にこうコラボやったりしたじゃないですか、うん、いろんな方とね、うん、そういう時にものすごくまたそこで波打つというか濁音ってなんていうのかな、でそういうのがもう耐えられないような音を出す時もある、うん、ありましたね、うんうん、だから2つあるんだなっていうのを思いました、木村さんの中に、うん、だから何だろうな、激しい音出しても綺麗に響くようにっていうのは練習の時とか考えますけどね。なるほど、響きが重要なんだね、うん、重要です、うん、すごい重要です。それはでも多分木村さんならではのってことだような気がしますね、今そうですね、ならでは、うんうん、ありがとうございます。響き、多分言葉が関わってくるんでしょうね、まあ、これからね木村さん朗読もありますけれども、うんうん、言葉との関わりどうですか、はい、ね、演奏とやっぱりね、言葉って結局声でしょ、だからなんかこう響きっていうのがもう決定的な気がしますね、うん、なんか万物は響きだって言っていいかもしれないくらい、だからその本当だから理想を言うと、僕はだから言葉でも色彩でも形でもこう響きの世界に生きていたいなっていう気がするんですよ、うん、それくらいやっぱり重要かな、響き、ノイズじゃなくて響き、うん、だからね、そのノイズっていう考えもあると思うんですよね、全てはノイズだとかで、それをこうサイレンスに還元していく生き方もあると思うんだけど、まあ、僕はどっちかというと心とかこう生きている自分とかがこう入っていけるような何かこう動きというか響きというか
自分も発するし人が発するのも受けるし、そういうところにいたいなっていうのがあるんです。それを求めるようになったというか、うん、その原点はどこにあると思いますか？原点はね、やっぱり二十歳前後の頃進路とか悩んでやや引きこもりましてね、それでフロイトやユング読んだりとか、なんかその無意識の世界惹かれて入っていって、でまあでも僕は表現でやりたいから、何かそれを感覚的なものに戻さなきゃならない、そうするとそういう意識や無意識が一番感覚で出るのは声だったり響きだったり、まあ絵で言えば色彩だったり、でまあ画廊巡りなんかしていても、その作家たちのいろんなこう物や絵を見せられても、僕はそれを響きとして感じてたっていうこともあるかもしれません。というようなことでどうでした？で、詩がありますよね。はい、で言葉と詩っていうのは、非常に根が同じようでいてかなり違う、おそらく。はい、違いますね。言葉と詩も違うしね。うんうん、で詩をこうやろうとやることに対して、それはどのような自分にとって、いうのがありますか？はい、やっぱりその二十歳前後の頃で、よく皆さんもちょっと一時ポエムをノートに書いて後で恥ずかしく思ったりするかもしれませんけど、いろいろ自分自身や世界について考えるようになると、詩の考え方、捉え方っていうのはすごく近くなりますよね。で詩の言葉って普通の ロジックの言葉じゃないと思うんです。なんか詩は詩で別の言葉があるような気がして、それが音楽や絵画と同じように、その通常の言葉じゃないんだけど、何か別のもう一つの言葉だなと。でね、それに関しては僕習字レトリックっていうんですか、それをすごく意識してます。でいろんな詩人の方の作品を熱中して読んだりとかする中で、から音楽もね、近代音楽現代音楽の面白い音楽を聞くと、やっぱレトリックがあるんですね。それは重要ですね、僕にとって。技法を超えてるってことですか、それは。うん、だからいわゆる技法だと、このみんなが知っているある水準基準があって、そこでより上達するみたいなのがあるけど、レトリックっていうのはね、まあ極論すれば一つしかないんですよ、正解。例えばそうだな、音楽である音があって、次のこの音どこにしようっていう時に、通常の予想とは外れたところにいい答えがあるんです。一点あるのね。それをパッと見つけられたら、それは正しいレトリックなんです。だから詩を書いてて、好評なんか受けるとね、この一行はいらないよとか消されたりしちゃうんですけど、それもね、正しいここに決まれば決まるっていうツボみたいなのあるんです。ツボです。まあ、多分、ね、法則っていう言い方と聞かれるかもね。法則、うん、ある種の法則。でもその法則を探すわけですよね。はい、一人一人が、はいはい、一人一人が。そうだから、詩人によって全然レトリックが違ってて、その人ならではの正解っていうのが何かあって、それは例えば木村さんにとってはどこから来ましたか？その詩を始めた時に影響を受けた、それこそ吉松豪三さんとか、あと直接直してもらった稲川雅人先生とか、現代詩読んでて鍛えられましたね。現代詩ね。現代詩、まあ、全員その法則持ってるわけですよね。はいはい、現代詩書いてる人は意識してると思います。しかもそれって個人が突然生んだものではなくて、はい、必ず、まあ、歴史もあるしね。はい、だから文化背景とか。そうです、そうです。だからね、詩を書く人は大概いっぱい詩読んでますよ。まあ、詩だけじゃないですよね。そう、読んでるのは絵画もね。絵を描く人はいっぱいを見てる。
そうすると絵にもレトリックってあります。そうだね、うん、で金子さんの言葉がねやっぱり非常に重要ですよね、うん、おそらくあの作品が出てくることに関して、うん、そうですね、言葉がもちろん今はまあ言葉貼ってありますけどね、うん、あそこに、タイトル的に、うん、そう、はい、で言葉が作品に現れること以上に何か重要なことがあるような気がしますけれど、うん、うん、そう、あ、以上にというか同じように同じように言葉と同じように、うん、うん、重要なこと、うん、重要なことないかもしれない、うん、なるほどね、出てきて遊んでて形ができてちょっと思いついて、うん、で出来上がった時にそこからなんかちょっと重要さが始まるみたいな感じですかね、うん、あの言葉っていうかあのタイトルの付け方にしても、うん、ちょっと最初のイメージでこういうタイトルがあってってことは全くないから、うん、出来上がったものであちょっとこれは面白いぞと思ったら、うん、あ特に今回あのワイヤープランツはちょっと新作なんですけど、うん、それのタイトル付けはどれあのあっちの、あの奥の、あの、はい、ですよね、はい、あれは何というのタイトルですか。タイトル森は夜森は夜、食べながら音を立てる、なるほど、と無双空間とかなんかちょっと、うん、はい、そういう言葉か、まあ、そういう言葉なんですけど、そう、そういうタイトルなんですけど、なんかあのそう、あのワイヤープランツと遊んでて、うん、むしゃ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 っていうイメージとか、そうですね、自分でつけといて後でちょっと難しいもんだから全部覚えてないんですけど、うん、戸のない住居とかね、あこれって戸がないなみたいな、住まいなんだけどなんか戸がない住居、遊んでますかね、うん、多分なんか作品として生まれてる気がするね。ああそうですね、同時かもしれない、同時にね、うん、作品と同時に生まれている、そんな気がしますね、うん、やっぱりね出てくる順番が木村さんとは違う感じがしますね、うん、言葉がね、うんうん、言葉に関してもね、そうね、うん、木村さん最後でしょ言葉最後って、あのなんていうかな、あの、音、絵画、うん、その後言葉なのかなっていう気がしてますけど、ああそうですね、言葉が最後にまとめている、うん、あるいは関係づけている3つを、うん、そんな気がします。うんうんうん、そうかもしれません、うん、僕もね、まあ、絵画と音楽やるっていうので、なかなかこう共通点もあれば全然違う面もあるけど、詩が入ってくれると、すごくまとまる気がします。なんかね、詩がね、いい。だから絵画と詩音楽って並べるとしたら詩が真ん中いて、なんかうまくつないでくれたなって気はしてますね。なんか詩がケース的なもの、容器的なもの、容器。そうかもしれない。容器。はいはい。のような気がしますね。まあ、あの素通しの容器でいいんですけどね。その中に、音と絵画が入ってるみたいな、そんなイメージがある、はい、はい、特に今回あります、やっぱりそう、さあそしてそのこの詩なんですが、はい、この詩どういうふうに私たちはあのね、捉えればいいな、まあ、お配りしてる詩なんですけど、まあ普段割と落書きみたいに音の断片とか言葉とかメモしてて、まあ、デッサンのつもりで形も色も描いたりしてるんですけど、でそういう中でふっとね言葉がつながってこう一つのまとまりになるんですね。でこれっていうのは意味はないけどなんか気分のようなものっていうんですか。特にとりわけ重要なところってあるんですか。重要なところこの中でって言いますと、例えば最初に発想されたとか何かそれがなんか一つ広がりを持たせてるとか。ああその発想の中心みたいな。そう、うん、あ発想の中心はですね、まあ絵画詩音楽の共通点を探るんだから、そのなんだろうな、詩といってもすごい広いんですね、その詩の
守備範囲っていうのはその中でも割となんだろうなこう自分自身に帰ってなんていうかないろんな周りの外界の描写じゃなくて自分の気持ちにぐっと入ってその心の中心で感じたことにこう限定してやってるんです。だからこれあなたって呼びかけもないし世の中のいろんな事柄も入ってません。ほとんどは、まあ、僕とか私っていうそういう主語とあと自然っていうか あまり人工物じゃない自然の要素が多いですね。だからそんな感じですけど。ではお願いできますか。はい、じゃあ今からお配りした詩を朗読しますので光の糸を引く木の根っこに座って私は惑星が噛んでいる茎をかすかに甘みに感じていた。影だけ倒れる音がない。鳥の羽に包まれた日差しの球体球体をそっと捧げ持つ私の両手のくぼみに月日が経つ。開かれた門の向こう側に咲いている花がきれいだった。底なしの庭音がする。一歩ずつ踏む土の上に降り注ぐ遠い星からの Sitting at the root of a tree threaded with light I felt the subtle sweetness of the stalks the planet chews onA single shadow tumbled down without a sound. Bird feathers enfold the globe of sunlight I hold reverently in the hollow of my hands.Time passes. An open gate and beyond, flowers in beautiful bloom. A bottomless garden, it sounds as I walk step by step across the soil, pouring down from a distant star.じゃあ皆さんから何かというよりもね、うん、より懐かしい感じだね、うん、懐かしい感じがする。あ、それね、うん、同人誌を紹介してくださったある詩人の方から言われたことがあります。どういう、あのね、生まれて初めて例えば親に連れられて外に出て日の光を感じたりとか風を感じたりとかそういう初めての感覚、うん、みたいなものかなって言ってました。あ、なるほど。それは多分ね、うん、それぞれ違うね、うんうんうん、時間の流れ方が懐かしい感覚で、あ、何
何がというわけじゃないんだけど、うん、ね、金子さんって、うん、そう、底なしの庭いいですね、うん、あ、そうはい、ちょっとここの部分ちょっとあの全体的にって、あの把握っていうか、なんかこの詩の、うん、現代詩って特にあの理解の仕方難しいんですけど、私の場合はあの自分でちょっと響くその言葉とか本当のその単体でこう単語であの響くものを拾ってあの自分のものにしているので、はい、この中でちょっと底なしの庭が一番見えてきました、うん、球体どうですかね、球体球体球体だな、自分は球体、いや聞く前から球体なんですけど、うんうん、球体が中心に回ってる、ね、ああそうですね、うんうん、自分はね、それは全員一人一人違うと思う、金子さんももちろん違うし、うんうんね、球体が溶け込んだ感じね、全体に、球体じゃなくなったね、だからね、うん、球体が全部溶け込んで非常に広がった感じがする、あ、いや、ありがとうございます。私の印象ですが、ね、あの皆さんにもじゃあ聞いてみましょうか。質問タイムですね。この前ここ最初に来た時に作品見て、まあピアノがあったのもあるんですけど、全く初見で、あの木村さんにもついつい言っちゃったんですが、うん、もう人見てこれは楽譜ですねと。でつまり木村さんが多分あのもう、うん、書くときに詩と音楽が鳴ってるんだなっていうふうに返したわけ、はいはいはい、でそれはつまりあの逆に言えばもしかしたら一緒のことで、あの書いてるときに書き進めながら詩やメロディーがなってるんかなとも思ったし、はい、でその意味ではあの金子さんの作品も全くそうで、うん、あのすごく詩的だし、うん、でメロディーも感じられるんです、うん、ちょっと無理してるんじゃなくて、はい、私そう思ったのものですから、はいはい、その辺をちょっと伺いたいなと思いました、はい、まさしくその通りで、僕が作る時ってあのこう意図的にあの絵を描くとき意図的に詩や音楽をこう入れようとはしてないんですね。でも長いことやってるからもう多分脳内でこう絡み合っちゃってて、もう矢が上にもなんかその音楽やったこと詩を書いたことがこうつながってきちゃうと思うんですね。であの楽譜が綺麗だなって子どもの頃思って絵のように見てたし、そういうことも含めてあの本当にあのそう感じてくださった通りだと思います。ありがとうございます。金子さんどうですか。私も音のないところからは制作してなくて、今回はなぜかシガーロスばっかり聞いてて、あのシガーロスってご存知ですよね、うん、ヨーロッパの方のそれとかブライアン・ユーノとか、うん、ああいうものを聞いてる中で、なんかそのうち聞いてないんですね、流れててもそのうち聞いてなくなるんですけど、やっぱりでも流れてる空間と流れてない空間とは全くなんか違うんですね。やっぱり無意識で波動を感じてるんだと思うんですけど、で立ち上がり、作品の立ち上がりってそうですね、やっぱり、うん、そうですね、あの制作するぞっていう感じではないんですが、やっぱり音流してで紅茶飲んだりしながら、でもう家でもういつもあんな感じなんですよ、テーブルの上もあんな感じなもんですから、でちょっとこう始まるっていうところから作品が生まれます。ただあのああいう楽奏するものに関してはもうちょっと作るぞっていうところをまずやりますので、その時はあのでもやっぱり あれはワイヤープランツの特質が先にあるので、
それと、あ、今日はこれ聴くぞみたいな感じで、ワイヤープラントの作品の時はシガーロスが多かったのかな。で、まあちょっと結構音に影響されながら作品が成立していきます。はじめこれすげえやっぱり音符に見えて、そこからなんかいろんな音楽があるかなって思って、それで今の目で触るっていうふうに言われるとまた違うようにこう見えるんですね、うんうん、それからもう一つ、あの先ほど話してて、どうやって作ったかっていうのはしつこく聞きましたけれど、はい、一番面白かったのは真ん中にある4つの作品なんですけど、はい、そうそう、その作品を今即興でピアノで弾いてもらいたいんですもっと他の下のも弾いてもらいたいんですけど、話聞いてるとみんな違って、その4つは非常に複雑なんですね。で、自分でもよく分かんないみたいなところもあったりして、 それからもう一つは1508211 6という、これは何なんだろうというふうに思いました。はい、後の質問からお答えすると、僕あんまり言葉のタイトルつけないんで、作品と作品区別するのに年号とか日付とかを入れて整理番号をつけてんですね。だから例えば今年だったら2020だから最初に20って振って、次に今日だったら11月の22日で、この催しが3時からだったら15とかって、だからこの催しは20112215になります。そうやって、時系列でつけていけば作品と作品区別つくんで、記録取ったりとか、そのために番号を振ってるんです。これはいつ頃からこういう番号をつけるようになったんですか？いろいろ、スケッチとかいろいろ溜まってくるんで、最初は何月何日とか日付だけだったんだけど、同じ日に何枚も書いたりするんで、区別するために時間も入れて、で8桁にしてつけるようになりました。10年以上かなやってます。過去のそういうふうに書く前の過去の作品はどうしてるんですか？だから作品って考えると、あんまり日付ってなんかその日記みたいじゃないですか。だからこう完成作って日記的じゃいけないかなと思って、一応裏に年号とか書いてたけど、あんまりそういう意識なかったんだけど、こう普段から音符だったり文字だったり形だったりをこうメモのようにデッサンするようになって、それに番号をつけていったんですね。そうするとちょうど日記、音と言葉と形の日記みたいになるんで、ただ日記といっても一日に何枚も書いちゃうこともあるから、日付だけじゃなくてその時間の桁も入れて、それで番号でつけるようになりました。それ何千枚だか何万枚だかあるわけですよね。そんなにあると言ったけど、そこまでもっと書きたいと思う。何万枚書きます。すいません。じゃあまた質問をお願いします。はい、じゃあ この絵を音にというリクエストありましたんで、そういうことやったことないんですけど、やってみますね。
ありがとうございました。なんかこう書いてて聞いてたのは必然的なのと偶然っていうのが話されましたよね。ええ、なんか今その音楽の中にそういうようなことを、そうですそうです。そうなんです。ね、だからこの辺に絵の具置いちゃうっていうとバーッと垂れたりとか、これもまあこれはハケでやってますけど、よく僕液状のものをこうヘラとかで送って勝手に流れるとこ行って、その結果形になるとかやるんですね。でピアノなんかもこう知らないとこ勝手に弾くじゃないですか。何の音が出るか分かんない。でそれを拾って、こう本当に自分でどこ弾くか分かんないのを投げてみて、それに対応します。やってることないです。どうもありがとうございました。本当ならみんなやっていただきたいんですけど。すみません、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。今日はありがとうございました。